こういった上昇相場の場合、この上昇に対して懐疑的になる人もたくさんいると思うけど、セオリーとしてはこのトレンドに乗っかっていくっていうのがベストで、もうこうなってくると上方向水平線引けなくても十分トレードはしていけるんですよね。高値と安値を切り上げながらこういった上昇トレンドが出ている。これ上位足で見るとどんな状況かっていうと、この2015年のこの水準を強くブレイクして、今は2002年くらいかな、約20年ぶりにこの水準まで来てます。まあ、どこまで伸びるか、どこで押し目が来るのかっていうのはなかなか予想しにくくはなるんですけど、直近で過去に引ける水平線を使ってそこをサポートとして上方向を狙っていくっていうトレードは十分できるので、例えば今これ1時間足レベルで見て、今この上昇トレンドに対してトレンドフォローで乗っかっていく場合、どこを押し目として、どこをサポートとしてエントリーしていけばいいのか、全てのタイムフレームで上方向を向いてて、で1時間足レベルで下に向いた後再度上方向に向く瞬間、そういった瞬間を狙って入っていくと結構初動を取れるんで、大きな値幅狙いやすいんですよ。どうも、翔です。本日4月の16日土曜日です。でいつものようにドル円の環境認識を行っていきます。今のドル円ずっと上昇が続いてるんですけど、今1時間足表示させてて、この週足レベルで引いたピンクの水平線、こういった水平線もブレイクしていって、今さらに上昇を続けている。これ上位足で見るとどんな状況かっていうと、もうこれ月足レベルとかで見ても、この2015年のこの水準を強くブレイクして、今2002年くらいかな、約20年ぶりにこの水準まで来てます。こうなってくると上方向に水平線もほとんど引けなくなってくるんですよ。この2001年から2002年にかけてのこの水準も一度135円、この水準まで急上昇し、でその後すぐに戻してる。なのでもうあと意識されるとしたら135円のこの水準、あとはもうこういった切り板とかね、大きな節目となる数字を意識して見ていく程度になるかなと思います。上方向行った場合はね、こういった上昇相場の場合、この上昇に対して懐疑的になる人もたくさんいると思うけど、セオリーとしてはこのトレンドに乗っかっていくっていうのがベストで、もうこうなってくると上方向水平線引けなくても十分トレードはしていけるんですよね。どこまで伸びるか、どこで押し目が来るのかっていうのはなかなか予想しにくくはなるんですけど、直近で過去に引ける水平線を使ってそこをサポートとして上方向を狙っていくっていうトレードは十分できるので、例えば今これ1時間足レベルで見て、目線何度か切り替わってるけど、現状で見るとこういった上昇トレンドが出ている。高値と安値を切り上げながらこういった上昇トレンドが出ている。なので今もう月足週足レベルで急上昇が入ってて、その中で日足4時間足でずっと上昇トレンドが出ている。でその中で1時間足で見て上昇トレンドが出たり、目線が切り替わったりしながら、この上位足で見た大きな波の中で、今1時間足レベルで見ても上昇トレンドが出ている。で上方向に引ける強めの抵抗体が現状ない。もう2015年のもう6年前7年前の水準をブレイクして、過去でいうと20年前くらいの水準まで上昇していってる。でさっき見ていただいたように、もうそれでその20年前の水準でも135円付近まで大きな抵抗体となる、意識されそうな水平線を引けるレートがないってなってくると、まあもちろんどこまで伸びるかは分かんないけど、抵抗体がないのでこの上昇の勢いに乗っていきやすい相場状況になっていると僕は考えてます。なのでその買い足である4時間足1時間足レベルでトレンドを見てって、その節目節目に引ける水平線、今これ1時間足で言うといくつか水平線引いたけど、直近で見てここを最高値として、でそれを作った起点で、前回の高値それを作った起点で、さらにその高値を作った起点となる水準、こういったところに引ける水平線を使って、もちろんこの中で短期的に1時間足レベルで見た急上昇のこういったところの買いのポジションをショートで狙うっていうのも短期的にはありなんですけど、ある程度落ちてきたところでこういったところに引ける水平線でのサポートを狙ってリスクを限定して上方向にポジションを持っていくっていうやり方が無難なのかなって感じてます。で戻ってこなかったら戻ってこなかったでポジションを持たなきゃいいだけなので、トレードしなきゃお金も減らないし、そこら辺は堅実にやっていただきたいなと思います。じゃあこういった戦略を踏まえた上で、上位足から順番に水平線
引き直していきます。でほとんど水平線は引けないんですけど、まず月足から見ていきますね。もう月足レベルで見てもこのね2015年の6月のこの水準強くブレイクしていってますよね。例えばこれこうやってね買い足に落としていくと多少は意識されてるのかなっていう風に見れると思います。強くブレイクして腰目を作った後また再度ブレイクしてここがブレイクした後のサポートになってる、こういったところからもある程度意識されてるのかなっていう風に見れると思います。一応月足で見てもうねどんなところに引いていくかはその人の主観になってくるんですけど、こういったところも引いてる人いるかもしれないですね。ただほとんど当てにならないんでね、こういうのはこんな感じで引いてる人もいるかもしれないです。僕の場合ここはいらないかな、こういうのは引かずにここもある程度レートがどのように反応していくのかを見ていく上で引いておいてもいいんですけど、次に強く意識されそうなところで言うともうこの135円のこのレート、過去の実績で言うともうここまで上昇しちゃってるんで、この週足で引いてたこのピンクの水平線、これはもともとダウを元に引いた水平線じゃなくて過去に意識されそうなところ、上方向に伸びていった時に利益確定の判断基準として使えそうなところに水平線引いてただけなので、この辺りは消しちゃいます。でこの辺りの過去の水平線も消していきますね。なるべくシンプルに見ていきたいんで、もうずっと上昇続いてるから水平線残したままになってるんですけど、日足レベルで見ても前回の高値この水準を強くブレイクしていってるので、高値更新してで安値も更新してる、なので日足で見るとここ水平線1本追加しておきます。これ再度押し目ができたら上方向も水平線追加していきたいと思います。で次4時間足で波形見ていくと、この水色の水平線ですよね、ここの水準で急上昇急下落が入り、ここサポートが入って再度上昇していってる、ここを超えるまではトレンドの更新にならないので、こうブレイクしたところから見ていきます。で見ていくとここでブレイクしてますよね。でここを新しい高値最高値として見て、でそれを作った起点、まあ、ここもしくはここかな、で再度高値を更新して、で安値は一緒で、さらに高値を更新していってる、なのでここの水準は一緒、ここがレジサポ転換になってる、こんな感じかな。そんな感じで引いておくと今この上昇トレンドに対してトレンドフォローで乗っかっていく場合、どこを押し目としてどこをサポートとしてエントリーしていけばいいのか、まあ、堅実にエントリーできるポイントが見えてくると思います。こういう波を描いてますよね、高値の更新で次1時間足で、これを1時間足レベルまで落としていくとさらにトレード戦略練りやすくなってきます。一旦1時間足で波形描いてきますね。ここ急上昇が入って、ここは4時間足と一緒かな、でここを下に抜けない限り目線の転換はないのでずっと上昇していってますよね。でここで高値を更新してトレンドを更新した後一旦下落ちてますね。ここで目線が下に切り替わり再度上方向に目線が切り替わってる、こういったタイミングが結構狙い目なんですよ。1時間足レベルだとこうやって上位足で見て、日足4時間足レベルで見てずっと上昇が続いてても、1時間足レベルだと目線切り替わったりするんで、この目線が切り替わった後全てのタイムフレームで上方向を向いてて、で1時間足レベルで下に向いた後再度上方向に向く瞬間、そういった瞬間を狙って入っていくと結構初動を取れるんで大きな値幅狙いやすいんですよ。なので、まあ、その目線の転換地点ブレイクしたところ、ここで言うと一度下方向に目線が切り替わり、1時間足で見たこの安値を作った起点となったここをブレイクした瞬間、さらに買い足である15分足5分足とかでタイミングを見て、その時間足が確定したところで飛び乗りで入ってもいいし、チャートパターンを見つけて入るやり方もあるし、まあ、いろんなやり方があるんですけど、こういったところを初動で入って損切りを浅めに初動で入って、である程度利益が伸びてきて押し目ができたら損切りの逆差し値の決済をその押し目の少し手前までこういったところまでずらしていって、損をない状態、下がってきても損しない状態にした上で上方向への利益を伸ばしていけばいいのかなと思います。まあ、実際ここもさらにこの前回の高値をブレイクしてここまで上昇していってる、仮にここブレイクしたところで買い足でタイミングを取って入ってたとしたらもう50ピップス以上伸びてますよね。もちろん上方向に今大きな抵抗体がほとんどないので、まあ、もちろんそれ関係なく押し目ができることもあるけど、まあ、上方向狙いやすい相場にはなってるんで、抵抗体がなく上方向狙っていきやすい相場になってるので、リスクを限定した上で利益を伸ばしていくやり方、トレード戦略立てていけばいいかなと思います。じゃあ今回の動画が参考になったっていう方だけでいいので、 YouTube の高評価、あ
とチャンネル登録していただけると嬉しいです。また動画の概要欄にある LINE 公式に登録することで、僕が FX 初心者だった頃こういった学習用コンテンツが欲しかったって本気で思える内容を無料で段階的に学んでいただけるようになっているので、ぜひそちらも登録して自力でお金を稼ぐための知識やマインド身につけてください。じゃあ今日はこれで以上です。それでは。